チーズがこぼれそうでこぼれない感じ。どうも、リュウジオブジョイトイです。飯テロリストということですね。私が今回やらせていただきますのはね、ピーマン肉詰め。肉詰めじゃねえ、ピーマンのチーズ詰めです。それね、お酒飲めるんですよ。酒を飲むために生まれてきた私が、ピーマンのチーズステーキ、もっこもこうまいんで、チュチニグリンでお願いします。リュウジのバズレシピ、材料紹介いきます。ピーマン5個、あとチーズです。まあ、やっていきたいかなと思うんですけども、チーズを詰めるってことはね、材料を詰めていくことをね、考えた方がいいんですよね。相性がいい食材をね、やっぱ詰めた方がいいかなと。だから僕と相性がいい食材は酒なんで、酒詰めをしていきます。どっちにする？あなたが落としたのはウイスキーですか、焼酎ですか？どっち落とした？焼酎じゃないですか。あなたは嘘つきですね。両方のお酒をあげます。大丈夫大丈夫大丈夫、一人では死なせん。俺もついてく。久々に酔ってる気がする。そんなことねえか。おい、おい、クレイズ、今日同じ杯数飲んでますんで、これで五分五分ということで、リュウジと達也の酒詰めが完成しました。なのでおまけでピーマンのチーズステーキ作ってみました。これはね、もう真っ二つにしちゃうんですよ。真っ二つにして中身だけね、ちょっと取り出します。種もね、食べられるんですけども、チーズを詰めたいんで、これ種はね、炒めてね、ごま油と味の素と胡椒で炒めると何でも食べられるんで、こんな感じのね、中抜きピーマンね、5個もいらない、4個でいいわ。ボコボコ入れるわよ。ボコボコ入れる。もう限界まで、ギリギリでいつも生きていきたいから、ギリギリまで入れます。限界まで詰めよう。ピーマンってね、昔からあんま好きじゃなかったんですけども、ピーマンってよく炒めるとうまいんだよね。チーズって何がすごいって、もう何でもうまくなる、魔法の食べ物なんだよ。チーズね、さっき 80g ぐらいあったんですけど、ちょっともうこれちょっと熱いから無理や。家でエプロンとかしねえもんだもんね。はい、普通にもうつけます。汚れても洗濯するようになるんだって。で、最後のピーマンにチーズ詰めたでしょ。いや、余ったのさ、ハム太郎だからさ、ピーマンって大好き。もう焼きます。ステージは整いました。そしたらもう火つけていきます。フライパンです。フライパンに油を引きますね。油もう少量です。温めるじゃないですか。これこうやって置くんですね。ヘタはね、ついててもついてなくてもいいです。こうやってね、ちょっと並べていく。今日はね、蒸しピーにしたいんですね。なんだかヒューヒューです。焼いていくんですけども、一回ね、ちょっと焼き目つける。一回焼き目つけたんで、焼き目ついたら今おかじさん入れます。入れる時はね、火ちょっと弱めて、そしたらね、焼肉のタレ大さじ2杯、まあ適当でいいや。大さじ2杯ね、入れます。はい、これぐらい。そしたらね、蓋しちゃう。蓋しちゃって、こっから火つけて蒸していく。弱火でいきましょう。今こんな感じ。ね。チーズがこぼれそうでこぼれない感じ。まあ5分くらいでいいかな。5分蒸しましょう。はい、じゃあですね。5分経ちました。僕はこの5分、地球の育成について考えてました。そして出来上がったのはこちらです。もう食らいついていい？いい？食らいついていい？取っちゃっていいかな？いいと思う！テレレテテテテテレテレレレレ。あ、じゃあ今週のゲストはシャズのイザムさんです。布袋寅泰さんです。最後にこのタレね、このタレ、めっちゃうまそう。うまそうだなこれ。僕の昔のレシピを踏襲したピーマンのチーズ詰め2です。手でいいですか？いただきます。おお、うまいに決まってるじゃん、こんなの。ほぼ照り焼きピザみたい。
うまっ。ヘタもいけるこれ。ピーマンね、ええ感じに蒸されてるから全然苦味ない。うん、ピーマンこれ食ってくれ。ピーマン主役だわ。こちら4本目でござる。おお、いただきます。よし、最高です。焼き豚タレットを水で蒸してるからオーブンに入れたような感じで、苦さないでしょ。全くないですね、うん、うまっ。ピーマンやっぱり何か入れるってすごいよね。やっぱり肉詰めも好きだったもんね。大好き。でもピーマンに何か入ってれば好きなんじゃねえかぐらいな。うんまっ。ピリッとあの七味唐辛子とかだよね。あー良さそう。めちゃくちゃいい、うんうん、超うまい。ピーマン好きってなったらいいでしょ。いやじゃあ本当にうまいですね。五本目もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はまだいけると思う、はい、ということでどうでしたでしょうか。ふかふかなピーマンにこうチーズがね、もうほぼほぼタイタニックです。なのでぜひやってみてください。ツイッターもあれは過去のやつだから。俺もね進化するんだよね、デジモン進化をね。ちょっとあんまり見てないけど、デジモン。ポケモン派だったんで。ポケモンも進化しますけど。まあ、スタッフからいじめられてます。